はい、こんにちは。キャンピングカーマイスター佐伯です。ロビンソン V95 完成ということで、早速見に来ました。今回は第1弾第2弾キャブコンだったんですけど、第3弾はい、見た目ハイエースですけどバンコンですね。ウルスタイリッシュ。早速中も見に行きましょう。すごい、できました。ついに要望通りのいい感じの色ですかね。これもなんか全体的に、うん、なんか落ち着いた感じで、ね、皆さんでワイワイテーブルに向かって話したりご飯食べたり、小さい会議だったり打ち合わせだったりができるようなスペースになりますからね。最初からデフォルトで HDMI のコードがついてるのが嬉しいよね。これいいですよね。やっぱね、ここから電源と HDMI ケーブルを出して PC とかね iPad とつないでもらえば、こういう風にちょっと大きめの画面で見れるっていう。スイッチもここにまとめて、オペレーションも簡単、使いやすい、わかりやすい。佐伯です。佐伯です。このテーブルもベッドにするときとかも簡単ですし、簡単ですし、これベッドにするの簡単なんでしょ。これ超簡単なんですよ。これこのワンタッチでこう回してもらえば、で背もたれ大きいの、ここもベッドにこうつなげられる。最後はもうこのジャンプ。いや、すげえ簡単。ここでこうパソコンしながらこうやって見れる、こうやって見れる。でここも2段目があって、車幅がね1880ある車なので、これいけますね。全然いけますね。これテレビ畳めるんですよね。そうですね。モニターも角度とかも調整できて、実はこういうふうにしまえると、こういうふうにドックもできます。角度も変えられちゃうんですね。こうやってね、外に見いる人に。でこの後ボクセン用みたいな運転席、助手席の方にも向けられるんですか。これね、コード的に行けちゃう。あ、運転席は大丈夫。助手席が、あ、行けますね。